9月17日、松山市菅沢町の松山市野外活動センターで、大学生防災サバイバル、心と体のトレーニングが行われました。これは防災を体験してもらうことで、地域の防災力向上につなげようと、松山市消防局が主催し行われたもので、今回2回目の開催になります。この日は松山市内の大学や短期大学に通学する学生37人が集まりました。講師は元消防士、現在は災害に強い人づくり教育を行っている株式会社タフジャパンの代表取締役、鎌田信弘さんです。会場では5チームに分かれての集団行動を行い、避難所でどのようにすれば能動的に活動できるかなどを参加者に感じてもらいました。また建物の下敷きになった時の脱出方法や寒さのしのぎ方など災害に役立つ方法を実践を交え説明しました。防災サバイバルということなんですけれども、まあ、いざという時にデジタルの力も確かに必要なんですけれども、まずは今日は午前中は、人として人間としてアナログの自分の潜在能力だとか強さだとか、そういったエネルギーだとかそういうことにまずは気づいていただいて、で午後は今度は人のためにとかチームのためにだとか仲間のためにだとかちょっとこうグループ的なことを体験していただいて、いざ災害が起きた時だとかそういった有事の際に何が必要なのか、自分には何ができるのか、どんな能力があるのかないのか、そういうことをちょっと気づいていただくための内容をちょっと盛り込んではいますね。これだけ知っておけば絶対大丈夫なんていう答えは絶対ありませんので、まあ、自分の今の能力に気づく、もしくは足りないところに気づけば少しでも生き残る確率というかそういうのが上がることは間違いありませんので、それを私が背中を押させてもらっているとそういう感じですね。一番お腹が空いているときにバディがお互いにこう食べさせ合うということで、自分に気持ちを向き合うんじゃなくて相手にどれだけこうその瞬間向けることができるかっていうのをちょっと食事を通じて実際に体験していただいてですね、いけばいいかなと、そんなふうに思ってますね。一人一人ができること、防災に対してできることを知っておくことが大事かなと思って、やっぱり自分のためにもなりますし、いろんなことも知れます。受動的じゃなくって自分から動こうっていうその自主性がすごい大切だなと感じました。参加者はトレーニングを通して助け合いや自ら進んで行動する大切さを実感したようです。